皆さんこんにちは。こんにちは。ウーアチャンネルのしろっこです。しろです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい。まあ今まで結構いろんなものが出てきたじゃないですか。そうですね。まあ遊戯関連含め、はい。いろんなお店からね、物を買って、はい。そのお楽しみ袋みたいな、そうですね。オリパーだったりね。いろんなやつ。いろんなやつ開けてきたでしょ。はい。でもね、それだけだったら、まあ結局個人販売じゃないですか。お店の力を見てみたいなっていう。あ、え？お店ね。実店舗にある。お。こういうのって見たことありません？これは何やりますね。東金鑑定団の3500円福箱になるのかな、まあ箱ですからね。福箱になるのかな、はい、3500円福箱税込み3780円、約5000円分入ってだから、お、あ、じゃあ得するんだ絶対。そう、限定本体や限定パーツ、カーボンステーが入っているかもみたいな。あらあら、あら、限定でも定価の計算ですからね、これ定価って書いてあるんでね。そう、定価計算だからね、はい、どんなのが入ってる、すごい得をする可能性があると。お、楽しみだ。でもね、これね、透明なんですよ。透明ですね。ここは、はい、中見えてんの5000円分あんのかっていう話よね、これね。よそれ箱でかくない、透明の。ここさ、この前のあの弾丸レーサーの箱なんですけど同じぐらいなわけよこれキットの可能性がでかいよね、これね。でもキットでも定価で5000円ってありえないですからね、1個で。そうだよね。そうですよ。ってなったら、もしかしたら中にキットが入ってて、その箱の中に何か入ってんのかもしれない。もう開けてこう詰め込んだ感じかな。ちょっと振ってみる。そのまま振るの全然わかんない全然わかんない、これ。そのまま振っても中のやつがこう動いてるだけだ中の箱を振らない。スラダンだ。スラダンじゃないよ、それ。スラダンだ、これタミヤこんななっとるやん、タミヤじゃあ早速開けてみましょう。はい、はい、やっとここまで来ましたよ。来ましたね。ここね、これなんか紙かっこいいな。いいですね、タミヤの。ありだね、これ ね、 ね。ただね、はい、まだキット感がすごい。いや、思ってみて、キット感しかない。あ、でもちょっと重いんじゃない。そう、キットよりちょっと重いかなっていうのあるけど、はい、キット感しかないよね。キット、まあキットですね、完全に。多分キットの箱だと思う、はい、開けてみましょう。5000円ですからね。5000円、そうね。まあでも俺たちが買ったのが3700円なんで、はい、それで許せるようなものであれば別に、はい、いいですよね。うん、全然いい。物次第ですね、入ってる。うわー、なになになに、うわって、うわー、これ後々絶対買うやつやね。後々買うやつです。ドゥドゥー、あー、バスターソニックプレミアム。それかー、のみ、これ。そこ来たか。 え、でもラップしてある。新品ラップしてあるよ、これ。終わり終わり、これ。嘘でしょ。いやいや、全然。一応開封してみる。まあまあまあね、バスターソニック。でも新品のあのパリパリついちゃってるけど、バスターソニックじゃ全然なんか煮え切れないよ、俺は。そうですよ。全部買いに行くぞ全部買いに行くぞ、こんなんやったら。ちゃんと中に入れてないと。ちゃんといいの入ってなかったら俺全部買いに行くからな。闇を暴く方向に走る楽しむ方向じゃなくて、闇を暴く方向に。楽しめない場合は闇を暴く方向に行くから俺はお、開いた開いた。よし。あー、何が、ちゃんと入ってるよね。いい？いや、ちゃんと入ってるよね。あ、じゃあ俺ちなみにしていい？3500円だからね。3500円。納得できなかったら全部ペコさん負担でお願いします。なんでやねん、なんでこっちに来るの全部。うわ、まあでも5000円でバスターソニックで1000円ですから、あと4000円。4000円4000円分入ってれば契約通り。契約じゃあ、まあ、まあ、僕見ちゃったんでいいですか。はい、ペコさんが喜びそうなものからいきますよ。よし、はい、じゃあいきます。 FRP リアルダブルローラーステー19mm 低摩擦プラローラー付き、イエーイ。イエーイじゃないから、それは420円。高いよこれも。まあスタビで使えることもないか。じゃあ次420円。はい、スーパーエクシャシ FRP リアローラーステー。あー、まあ、いやいや、これついてるから、この中に。え、この中についてるから。ほんとだ。まあでもこれはまだマシかな。それがもう一個。あ、もう一個あるんだ、うん、同じのやめてよ。じゃあいきますよ。はい、 FRP リアダブルローラーステー低摩擦プラローラー付き。なんで同じのが2個なの
これやばいな。これでもう1000円2000円分ですね。そっか、やべえやべえ。でこれ合わせて2000円分ですね。ミニ億マルチテーあ、まだこれ許せるね。360円、まだ今2360円です、はい、まあ足りない、全然足りない、足りない。あ、来た FRP マルチリアワイドステイ、これはあり。あー、これね、うん、これ使う、ね、これはいいですね。これももう一つあります。はい、はい、これで、3000円分になりました。はい、じゃあ次何が？ドゥドゥン！お、13、19ミリカーボンマルチ補強プレート。おー、カーボン。イエイ！イエイなのか？イエイ！はい、最後。はいはいはい。ハードゲイカーボンフロントワイドステイ。ハードゲイだわ、それはもう。HG です。940円。ドゥドゥン。うんうん、はい。まあ、うん、なりました。5000円。5000円になりました。もしかして終わりました。終わりかい。終わりました。うわ、終わりか。バスターソニックちょうど5000円分定価が入って、はい、で、ちなみにです ね、うん、限定パーツ1個も入っておりませんでした。限定パーツないですね、これね。1個もないね。9号シリーズがないので1個もないです。この辺とかはちょっとね。そうですね、あのスーパー X リアローラーステイがですね、これ4つ手に入るということでねまあまあ、どう、外れとかあんの？当たり外れがあんの？これは当たりなのか外れなのかですね。それはそうなんですよね。これ買いに行くしかないですね。そうですね、またまた。てかあと数個何個かしかなかったでしょ。あと1個だったから、僕が取った時に全部買うしかないよね、もうね。うん、もう1個ぐらいは。ちょっとこれまた続編シリーズ出します。そうですね、なんかもう煮え切れないね、これね。ちょっと内容内容が何これ、まあ、この辺はまだいいね、この辺はね。そうだね、だから結局そのこれいるのかそれを違うのにしてほしい。そうだから、これ以降も直でバーツ入れてくれたらいい。そうそう、そういうことよ。ね、うん、どっちかで言うとその5000円分パーツ欲しいよ。そうですよ。まあでもそれはマシン持ってる人からの意見だから。あ、初めてミニ四駆を作る人はこれでもいいのか。ただですよ、はい、そのマルチリアワイドステイがあればこれいらないし、まあ、これのローラー何個つけるんだって話になってくるからねこれ8個入ってますからね。考えてよ一応フロントとリアで使えんことはないですけどね。フロントとフロントでしょこれ。リアに使えんこともないんで。13ミリね、はい、フロントワイドステイ、うん。フロントフロントでしょ。でこれね。でリアこれ何枚重ねるんだっていう。ね、2枚重ねしろってことじゃないですか。3枚重ねぐらいまでいけ、本気出せば。あ、こっちにもついてる。そう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 。うん、まあここがな。これね、これが一番なんかよくわかんない。すごい420円でこれもう幅取りすぎ。420円のものではないまあまあまあ、でもでもこれなんかなんか使えそう、取っておいたら、うん、ね、19ミリのこのテーマススプラローラー、そうですね、ね、このすぐみマシンで走らせる時とかに使えそうなんで、使えそうですね、これはこれで取っておきましょうか。はい、はい、でこちらね、あのカーボンが2つしか入ってなかった、まあ結局これを買ったような感じになるんですか。まあそうですね、まあ、結局その自分たちが払ったお金で言えば、はい、これテープぐらいかな、これぐらいか、このくらいの値段ですね。3500円って言ったらね、そう、このぐらいになりますんで、はい、まああとおまけでこれもらったって思ったら、まあ得は得ですね。得は得してるんですよ。はい、定価で買ったらね、うん、定価で買えば、うん、まあただその個人的にはちょっとあれかな、もうちょっと頑張ってほしかったね。うん、ただただですよ、うん、これがハズレなのであれば、そうですよ、そう、これがハズレなのであれば、はい、全然 GG ですよ普通に。ありあり、でもハズレですよね、限定パーツ入ってるって書いてあったんで、もしかしたらそうだよね。そう、限定キットもある、これが当たりってことですよね。そう、これはもう完全にハズレですよ。これはハズレだってことは、はい、ハズレでこれだったらいいんじゃないか、ありなんじゃないかと、逆にそう考えるとね、なんかこう俺たちの話が二転三転してリスナーさんのことこうなんなんだろうって思ってるかもしんないけど、ただ、うん、本当にこれが外れなんであれば、そうですね、まあ開けた時うわーって思うかもしれんけど、ただカーボンが入ってるカモって書いてあったんで、あ、カモやったっけ、カモだった、あら、なんでそのこのカーボンが入ってること自体が当たりだったのであれば、うんぴうんぴうんぴ、あー、これが当たりだったらちょっと厳しい、そう、これが当たりだったら、ただ外れなのであればあり、まあまだワンチャンなので、俺たちはこれを検証しなければならない。まあ検証って言ってもあと1個しかないですからね。出してもらおう、奥から、あ、もう作ってくれって10個もいくの10個はやばいよまあわかんないけどあるだけちょっと買ってみましょうか。はい、そうですね、はい、ということでこのね、
東金鑑定団3500円シリーズ続編確定ということで、そうですね、次の箱も お楽しみにしておいてください。はい、この動画が面白かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。